あ、そこね、バッチリついてるんですよ。あー、でこれね、実は ツールボックスが、あ、裏、あ、重心が上に来ると重く、であとこれはね、重心が下にあって前なんですね、これが重いから。そうすると巡航性が良くてスピードを維持できる。これとこれ同じジオメトリーなんだけど、乗り味全く違うんだ。こっちはあの重心が後ろにあるんだ。写真撮ってもいいですか。うん、はい、これのニュアンスは見てるんですか。実践初めて見た。この構造。埼玉で一時期千葉に単身赴任。バイクシューズあるよ。あ、でも大丈夫。大丈夫。そう、ちょっと、でもすごいスムースですね。そうだ、で、私はなったら多分ここになる。そうだ、だから今ちょっと、ちょっと心配してた。このポジションはちょっと難しい、私のために。でも、やっぱり、速そうね。安定するでしょ。あ、全然、これは大丈夫です。これは大丈夫です。今このポジションでも心配があった、アイロンポジションで短いから。でも、まあまあできる。あとはまあちょっと緊張してた。でもありがとうね。うん、once again this year, holding the World Cup for the third time here in the sunny side of Japan, and our sunrise welcomes our athletes from
street, roughly about 100 days. シルバーもトライアスロン専用なんで、トライアスロンの競技の特性を十分考えて開発されたバイクで、一応ロング用、それから今回の大会の、エリート用のバイク両方揃えておりますので、どうしてもぜひ乗りに行きます。そうですね、市場引退試食も稼働ということですね。はい、今日明日はどうぞよろしくお願いします。